何の細工もしてないんですけど、こちらが、はい、まあ、ちょっと無彩色化したいので、プラスアルファ、まあ、これをね、まあ、普通の通りなんですけども、混ぜてもらって、まず混ぜますよね。あの、ムササビバームついてますけど、そのままいっても大丈夫なので、で、こう混ぜます。はい、混ぜたら、100g につき大さじ1杯で皆さんお送りしますので、100g について大さじ1杯っていうグラムで測らないでください。結構これが比重が軽いので、このモモンガのトリートメントを入れます。はい、ちょっと今ここに大さじ1杯で、これ今ちょっと量が100以上あるので、はい、このぐらい入れました。はい、で、この状態をこれ混ぜます。これだけでめっちゃ髪質変わりますっていうのも皆さんちょっとやってみてください。カラーを上げた時に全然違うんで、ちょっと色がちょっとこんなになりますけど、アミノ酸系入ってます。はい、っていうのが入ってるんで、これだけで本当めっちゃいいです。普通のカラーあんまやっといてない。逆になんか違和感あるんちゃう。本当ですか。はい、普通なんか違和感ある営業みたいなやつ。根元開けて、なんか結構ね、モデルさん根元発色しやすそうな気がするんで、ちょっと根元を少し、ただ結構暗めなんで色は大丈夫かと思います。1センチ開けて塗っていくって感じですね。で、塗り終わったらシャンプー台の方で、なじませていきます。塗り終わったら、要はドライの状態で今これなじませても結構しっかりなじまなかったりするんで、乳化して時間置くみたいな感じで僕はやります。はい、ごめんなさい、すいません、見たかったですか。デコピンみたいになりました。若干デコピンになって、でもマスクあるとちょっと不便じゃないですか。いやね、なんか慣れてきましたけど。慣れました。やっぱり犬もマスクしてるんですか。犬マスクしたら大変。犬マスクしてない。犬はできませんよ。あれもたまになんか首輪ついて、首輪じゃなくてなんかこの襟巻き特技みたいなのね、ありますね。あれはなんかね、自分の尻尾を感じる。そうです、そうです。それじゃあなんか間違うけど、あれとは違うね。あれマスクではない。あれはね、ワンちゃん自分でつけたくないけど、そう、つけさせられてる。あれってやっぱ相当なるストレスですね。いや、そりゃそうですよ。うん、だって人間で例えたら相当な仕打ちですよね、あれ。うん、だいぶ行きたいとこにも行けないし、下潜れないし。確かに、あ、そっか、確かに結構大きめの穴じゃないと、あれがつくかって。テーブルの下にボール行っちゃったら取れないみたいな。かわいそう。うん、だいぶ辛いと思います。あれは辛いっすね。しょうがないの、舐めちゃうのが悪い。あれ猫はないんですか。猫もありますよ。え、猫もウサギもウサちゃんもあるんですか。うん、うわ、なんか手術した後とかやっぱ傷口、ね、そうやったらバイキン入っちゃうってこと、うん、とか糸引き抜いてカッてなっちゃう。あ、自分で抜歯しちゃうってこと。そうです。すごいやっぱね、野生の本能で抜歯、うん、歯があるから抜歯するって。まあそっか、手術後はしょうがないです、舐めちゃうから。そうなんです。あれ大きさはいろいろあるんですか。うん、いっぱいあります。結構一番大きいのはどのくらいなんですか。めっちゃこんなありますよ。けど使ったことないかも。それチワワにつけたような感じなんですか。いやもう歩けない。蓋みたいな、うまそのつけれるサイズじゃないですか。あ、そうそう、首のね、大型犬用のやつか。人間つけてもなんかこう肩通るんじゃないかくらいの。いや、そうっすよね、相当大きそうですよ、その穴とか。でもいないですね、ことになんかちっちゃいワンちゃんしかいないから。本当に大きい犬あんまいないですか。あんまいないです。丸山行ったらいそうですよね、うん、ボルゾイみたいな。そう、なんかコットに結構マンションが多い。10キロ未満のワンちゃんが多い感じ、ね、ほとんどですかね。うん、めっちゃ大変って言ってました。超でかい。あれは料金、やっぱりロング料金かかるわ。人間で言うと絶対かかりますよ。え、秋田県料金かかるってこと。多分結構取ってると思いますよ。相当でかいですよね、うん、範囲が多分20キロくらいあるだろうし。あれデザインは作れるの。作ろうと思えば作れると思うんですけど、あんまいないと
まあ、そうですね。グードルとかはあると思います、うん、デザインもめちゃくちゃ。北県丸刈りにしてるところ、北県丸刈りってどうなっちゃうんですかね。結構可愛いですかね。いや、まあ、ある意味サマーカットで涼しそうにはなるとは思いますけど。確かに涼しそう、めっちゃ暑そうだから。北県ね、とかなんかよくわかんない。あれジップじゃなくてなんかの犬、ジップなくなっちゃった犬いますよね。サモエとかの、あれは真っ白いやつですよ。あ、そうです。あれは秋田県じゃない。あれはサモエドっていうやつ。外国のやつやっちゃう。多分外国です、あの顔は。サモエドっていう名前だからちょっとね、どっかの国なんです。そうです、どっかの。なんかスピッツっぽい感じ。スピッツどこだっけ。そうか、確かにそういう感じですね。そう、ちなみに今ね、あの喋りながらちょっと塗ったんですけど、これね、正直全く濡れてないですからね。あの、全く濡れてないって言うと、おじさん、って思うかもしれないですどういうことっていう。これね、あの、濡れてないんですよ。ムラムラな状態なんですよ。あの、ドライ塗布しないと、あの、ウェット塗布するとやっぱ染まりが悪いんで、一回ドライ塗布するじゃないですか。で、それから、シャンプー台で乳化して、で、放置する感じに僕はしてるんですけど、ロングの時とかは。なんで、一回これでつけちゃってですね、しっかりこう浸透させて、でシャンプー台でやった方があの髪にストレスかかんないんですよね。でそういう意味も込めてですね、シャンプー台でやっていきます。でこの状態にも大体塗ったので、シャンプー台でちょっとそこはねちょっとカットさせていただきますので、揉み込んで、で席で放置みたいな感じに、していきます。はい、ではちょっとですね、ほんとね、こんな感じで。で、この次の水を使うことによって、もっとこう、ムラなくこう、浸透してくれますので、結構お湯使うのが大切かと思います。今、シャンプー台で、なじませてですね、で、水使うことによって浸透率も上がってくるので、ただ、ウェットの状態で薬剤を、まあ以前のレッスンでも黒染めのところでやりましたけど、ウェットの状態に薬剤をやるっていうよりも、つけてからウェットにすると、こっちの順番が正しいので、グラデーションが綺麗に作りやすいっていうこともあるので、はい、シャンプー台ね、やりながら毛先に色入ったなと思ったらちょっと流したりとかですね、そういうのやりながらやっていければいいので、で今、その状態で今放置して、時間を置いたら流すという感じにしていきます。今、染め、シャンプー台で洗ってきた状態です。で前髪ね、まだちょっと見てないので、前髪をちょっと乾かしながら、あ、やっぱちょっと割れますね、これは。ここが割れます。割れる。ということは、この割れるところを、ちょっとやっぱり、調節する必要があるんで、こんな色にしちゃったらね、当分放置できちゃうかなね。はい、今この状態で、乾かした状態です。ちょっと触ってみてください。結構手触り良くなったかな。うん、サラ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 ですよね、うん、そうで、通常からするとこういうサラサラにならないんですけど、モモンガトリートメントつけると、それだけですごい超サラサラに、結構質感もねいいですよね、このぐらいね。前髪どうですか、はい、でね、この部分が割れてたのがこれカバーリングできてると思うんですけど、しつこいですけど、こう 2way のやつはこう横にねやったりもできるような長さが必要になりますから、このぐらいの量でいいかなと思います。長さは鼻と目の中間ぐらいで切ってあげると、いいかなと思っております。で、まあ、結構ね、もともとそんな、まあ、トリートメントカラーもしたんで、あんまり枝毛もねそんなないんで、あんまやるとこと量がなくなっちゃうんで、あんま今日本当にやることないっていう感じです。でこれから、ちょっとブローしながら、こういう時にビールメッシュの情報を知ってれば、あ、本当に、まあ、ちょっとトレーニングの部分もちょっと今怖いんで一回ここで理覚します。トレーニングビューサー向けのトレーニングサロンも、まあ一応考えてはいるんですけど、ちょっと多少知識がないと危険なので、またちょっとそれはおいおい考えていきたいと思ってます。今理覚してち
と2講座あるからちょっと待ってね。でこれもあの別に自慢してるとかじゃなくて、なんていうんでしょうね、美容師さん、まあこれオンラインサロン入ってる方は個人の方多いと思うんですけど、やっぱり今コロナの関係もあって、やっぱなかなか収益が取れない部分もあったりとかするんで、やっぱそのサロンで働いてる技術の裏で同時進行で何か動かすものっていうのがあれば、まあ、短い時間とかでうまく効率よくできると思うので、まあ、そういう副業、ギャンブルとかじゃなくて本当に副業の領域で勉強してやっていくっていうのが僕は必要かなと思ってるから発信してるんですけど、でそれを自慢とかじゃなくて、一つの本気でビジネスの一個っていう形で、例えばサロンとかってやっぱ1店舗だと、ね、500万から1000万ぐらいかかっちゃうと思うんですよね。だけどトレーニングって多分そんな失敗してもそんなにいきなり500万とか1000万失敗する人っていないと思うんですけど、粗利も大きいですし、結構その、どういう形でお伝えできるかが今ちょっと考え中ではあるんですけど、それがただ小さいサロンとかでも粗利で結構取れれば、もうちょっと例えばスタッフにそんなに、足元見られないでスタッフを雇えたりとか余裕が持てたりとか、まあ、それこそ今後不安になるこのコロナの、まあ、どうなるかっていう分かんない中でも、まあ、精神安定剤的な感じになれれば僕はいいかなと思って、基本は僕も美容師なんでそのトレーニングで食べてるなんて一切さすが思わないですし、むしろちゃんとお金が作れたらもうすぐ辞めたいって、です、はい、金融やりたくて美容師なんてわけじゃないので、で今ちょっとね、ちょっと話それましたが、それで今あ、そうだ、皆さん多分ね意外とでも美容師さんの方が知らなかったりすると思うんですけど、これ前髪、韓国系の番組やるときって、このストレートアイロンでやる場合って、このいっぺんにやらないで、この束ごとにこうやってやった方が、まあ皆さんも言わなくても分かってると思うんですけど、こうやってやった方がきれいになるんで、はい。です。豆知識。そんな豆知識。で、ここの、ね、この切り返しのところは、まあこうちょっと、どんどん韓国人にね、見えてきますね。めっちゃ気のせい、多分気のせい見える見える見えるかな、なんか韓国のイケてるイケてる人はい、ちょっとこれ撮ります。どうかな、こんな感じでどうでしょうか。すごい、全然違う、どう全然めっちゃ変わりました。変わりましたよね、うん、可愛いかな、なんでそうだった。でもめっちゃいい、ちょっとなんかね、グラデーションっぽい感じにこうなるじゃないですか、ちょっとこう巻き方変ですけどねなぜか間違った結構これで色も綺麗だし、うん、いいんじゃないですかね。あと韓国に行くだけ、本当それです、うん、あと行くだけ、行く頃にはもうこの髪型が崩れてますよ。意外と大丈夫です。でこの前髪どうすればいいですか。前髪ね、うん、自分で切ったらおかしくないですか。いや大丈夫ですよ、自分で切っても大丈夫です。はい、あんまり引っ張らないで切ってもらった方がいいと思います。このままね、じゃん、そうですね、その方が確かに上がった時にあんまり引っ張ると、あ、でも引っ張るところがトリマーだから大丈夫じゃないですかすいません、ちょっと余計なこと、普通にカットできるじゃないですか。違いますよ、犬はもう整えて丸角は削る。大丈夫大丈夫です、一緒ですこんな感じにね、はい、彼女はこれで韓国これから今行ってきますんで韓国人みたい、マジで本当うん本当に